まずは5分の鹿島アントラーズ小笠原のフリーキックです。マルキーニョスのこのヘディングシュート、まあ、これオフサイドだったんですが、そうですね、ボールが良かった、はい、ただこれ見てもらうと分かるように、あの札幌はこうラインを下げないで、うん、ゾーンで、ま、しっかり守ってますからね、狙って取ったオフサイドだと思いますね。18分の札幌です。最後はダービーのシュートになりました。まあ、ダービーは本当に守備にもそして攻撃にも一人何か頑張ってましたね、左足もあるんだなっていうのが分かりますよね、はい、25分の鹿島アントラーズです。小笠原からの今日はボールが本当に良くて、うん、今のもこれマルキーニョスですが、そうですね、抑えられなかったですよね、はい、それから40分にはこういった攻めもありました。本山です。これね、本山うまく抜いて、はいはい、田代に、この田代のこのヘディング、まあ、ちょっと高かったからこう当てるのは精一杯だったんでしょうけどね、立て続けにこの40分以降チャンス、アントラーズは41分です。これかな、マルキーニョス、はい、これここまで来るつないが良かったですもんね、良かったですね、体の入れ方も完璧だし、もうちょっとこう外から巻いてきたかったんでしょうけどね、はい、42分の今度は札幌です。ダビのこれ素晴らしいところちょっと見てもらいましょうか。1人2人かわしてシュートまでですからね、はい、持ってますよね、持ってますね、持ってる。最終的に前半は 0-0 でしたので、これ後半からです。坪内のファール、ペナルティーキックになります。そして蹴るのは小笠原、キーパーの佐藤がこれを防いで、まあ、まだまだ札幌突き回るのかな、いい形になったのかな、そういうふうに思わせたシーンです。しかしながら得点が入りました。この後すぐでした。5分に洗い場コーナーキック、ヘディングシュートで決めて1対0。ようやくこのスコアが動いたことによって、圧倒的に今度はアントラーズがいい流れを持ってきます。さて今これを見ながら、本田さんいらっしゃいますか、はい、この今ハイライトシーン振り返ってるんですが、はい、怒涛の攻めになりましたね、1点取った後はね。そうですね、いやでも本当ピッチ外した後の1点って大きかったと思いますよ、はい、このシュートも際どかったんですが、右小笠原ですよね。そうですね、やっぱゲーム試合してましたよね、はい、小笠原が。14分の今のシーン、そしてその後15分ですが、ここマルキーニョスが倒されました。はい、これ打ってほしかったですけどね、その前に、あ前にね、はい、あ佐藤にはイエローカード、そして蹴るのはマルキーニョス。ここでちょっと力が入ります。これ力入りすぎですよね。ちょっとありましたね。もう点が欲しいのは分かりますけどね、はい、ベンチもちょっと無然とした表情になってました。その1分後、今度は19分の攻めです。洗い場です。これ改めて本田さん、どんな風に見えます？見事なシュートですが、まあ、そうですね、あれはやっぱ攻撃的な、あの積極的な攻撃参加っていうのはね、売りの一つですから、これはいい形で狙ってましたよね。これね、はい、これ決めたのもすごいですけどね、はい、左足一線、最後はご覧のように白いネットを揺らしました。それからもう一つ、マルキーニョスがなかなか決まらなかった、マルキーニョスが角で決めましたよ、これね。あの簡単なの決めないでね、これ難しいの決めますからね、よく、まあ、これから乗っていくんじゃないですか。でもこれでね、はい、ちょうどこれ今のシーンもう一回見てください。田代も頑張ったんです。体強いですからね、田代は、はい、でマルキーニョスがご覧のように狭いところをヒールで、これはちょうど、あ原さんも今ご覧になってますか。はいはい、見てますよ、やはりこの1点は本当に大きいですね、マルキーニョスにはね。まあ、ハイライトを見てね、改めて、ツートップに後半入るようになったから、うん、サイドが押し上げられてるんだよね、これね。だから洗い場もいけるし、あの内田もどんどんいけるようになったっていうのもあるし、野沢のふわっとしたシュートはポスト、これよくキーパーの佐藤が抑えました、うん、野沢は取りたかったろうね、これ ね、 でしょうね。野沢こういうのね、よくやりますけどね。その前のでも田代を決めてほしかったですね、はい、これが 3-0、4-0 だからまだゲームとしていいですけど、これが 1-1 とか 1-0 とかだと厳しいね、田代、はい、
いやそれぐらい高いようにしたいですね。うん、そうだね、はい、これ本田さん見ていただきたいのはね、はい、佐々木の良さを改めてちょっと教えてくれませんか。本当ね、どんな短い時間でもねこうやって結果残してくるんですよこの選手は。うん、やはりポジショニングがいいのと本当積極的ですよね。常にゴールを目指すっていうやっぱり姿勢がありますよね。最後落ち着いたねこれね。そうですね。